テレビ番組の生放送の仕事ですか？はい、毎週ゲストに芸能人を呼んで MC のアイドルといろんなゲームで対決するという番組ですね。夏の特番生放送にスリクスの皆さんに出てもらいたいとのことです。特番のゲストならまあまあかな。たまにはマネージャーも仕事するもんだね。あ、たまにはですか。それで撮影では海辺に特設セットを組むみたいで。海？海ですか。ってことは海に行けるんですか？当然旅費はそちら持ちですよね。もちろんです。分かってるとは思いますけど、仕事ですからね。分かってますって。でも海に行くのも久しぶりなので、つい。せっかくだし水着買っちゃおうかな。海行くなら写真撮りためておかなきゃ意味ないし。海に着ていけるような水着どこかにあったかしら。皆さん海に行くことしか考えてませんけど、まずは番組の撮影よろしくお願いしますね。はあ、さっきからうるさいな。仕事ってことくらいちゃんと分かってますけど。ああ、そういえば番組の MC のアイドルっていうのは誰なんです？恋々Poison。デビューは私たちより後だけど、今のランクは確か私たちやツキストよりも上のはず。スタッフやテレビ局の評判もいいそうだし、今一番勢いのあるグループの一つでしょうね。俺より詳しい解説ありがとうございます。他のアイドルの賑やかしなのは気に食わないですけど、ま、テレビに出られるのは悪い話じゃないですね。そうね、ライブバトルなら全力で勝ちに行きますけど。今回はバラエティだもんね。取れ高稼いで目立てば上出来っしょ。わかりました。では近々打ち合わせが入ると思うので、その時はよろしくお願いしますね。前は確かこの辺に自販機があったと思うんだけど、しばらく来ない間に撤去されたかな。こんにちは。あれ、間違ってたら悪いんだけど、もしかして恋々Poisonの花野ちゃん？そうです、花野です。かなちゃんに覚えてもらってたなんて嬉しい。もちろん知ってるよ。テレビでも動画サイトでも見ない日ないもん。私もかなちゃんの SNS いつも見てます。この間もサニーピースのさくらちゃんとの通所ですごいバズってましたよね。そうそう、あの時はさくらちゃんから一緒に喫茶店でお話ししようって誘ってもらったの。そうだったんですか。さくらちゃん可愛いだけじゃなくて本当に優しいんですね。アイドルとしても今一番乗ってるし、おかげでかなちゃんの投稿も過去一バズってましたもんね。あのさ、そうだ、後で私も通所撮ってあげますよ。さくらちゃんと比べられちゃうと厳しいですけど、でもかなちゃんの便所だけとかビッグ4から落ちちゃった人たちよりは話題になるかと。あ、すみません、呼ばれたんで行ってきます。打ち合わせでもまたよろしくお願いしますね。あいつふざけんな。あんなやつ金積まれたって乗せてやるかっての。カナの大事なアカウントが汚れるわ。カナさん落ち着いて落ち着いて、一体何があったんですか？そこで恋々Poisonのやつに会ったんだけど、くっそ生意気でさ、いきなり喧嘩売ってきたの。さくらがいなけりゃバズらなかっただとか、何がスタッフにも評判だよ。猫かぶってるだけじゃんか。猫かぶり、スリクスでも特にカナさんが言うと、なんというか実感がこもってるな。何マネージャー、今なんか失礼なこと考えてなかった？いえ、何でもありません。そんなのカナの性格が悪いから他人の言動まで悪く見えているだけじゃないの？その子がたまたまさくらのファンだっただけじゃない？先輩ならそのくらい目をつむってやりなさいよ。あんたは直接話してないからそう思うんだって。向こうの態度が悪かったにしても、あなたもいい大人なんだから割り切ってちょうだい。打ち合わせではちゃんとしてくれないと困るわよ。は？
なめんな。今までカナが仕事で失敗したことあった？どんなクソな相手でもちゃんとやってやるっての。ただしあんたたちが本番中に吠え面かかされたって絶対助けてやらないから。カナさん、はぁ、あの子ってば本当いつまで経ってもガキね。ま、打ち合わせまでには戻ってくるでしょう。本人の言う通り、撮影中はちゃんとやると思います。だからいいというわけでもありませんけど。打ち合わせ前からこの調子でこの仕事無事に乗り切れるんだろうか。